フェリックス・ペレス・カルドーソは、キューバ・ハバナ州出身のプロ野球選手。左投げ左打。メキシカンリーグのレオンブラボーズ所属。東北楽天ゴールデン・イーグルスでは、初めてのキューバ出身選手であった。エスクエラデ・デデポルテ高等学校を卒業後の2005年から2008年まで、国内野球リーグのセリエナシオナルでベースボールでプレー。トロンヘロスで、イスラデラフ・フベントの一員として、 主に外野を守っていたが、投手や一塁主として、試合に出場したこともあった。2008年4月に、キューバから亡命した後に、2010年に、シンシナティレッツとマイナー契約を締結。2014年までは、参加球団のリンチバーグヒルキャッツ、カロライナ・マドキャッツ、ルイビル・バッツに所属していた。マイナーリーグの公式戦では、通算516試合の出場で、 32本塁打、227打点、打率、276を記録した。メジャーリーグ公式戦への出場機会はなかった。2015年から2016年の途中まで、メキシカンリーグのモンテレイ・サルタンズに所属。2シーズン通算でリーグ戦158試合に出場するとともに、34本塁打、123打点、打率。 313という成績を残した。2016年7月3日に来日すると、NPB 東北楽天ゴールデンイーグルスの2軍で調整。7月11日には、同球団がペレスとの単年契約に合意したことを正式に発表した。背番号は98で、推定年俸は1500万円。発表翌日の7月12日には、支配下登録。 入団記者会見、出場選手登録を経て、対埼玉西部ライオンズ戦に、3番、左翼手として、先発出場。1回表1死1塁で迎えた来日初打席で、フェリッペ・ポーリーノが投じた3球目に、来日初スイングで来日初本塁打を放った。NPB の一軍公式戦で、初打席に、初本塁打を放った選手は、史上58人目だが、 楽天の選手では初めて。さらに、翌7月13日の同カードでもソロ本塁打を放ったが、初打席本塁打の試合からの2試合連続本塁打を記録したのは NPB 史上8人目のことだった。しかし、次に出場した7月18日の対北海道日本ハムファイターズ戦で4打数無安打に終わったため、連続本塁打記録は2試合で途切れた。 9月11日の対日本ハム戦において2番、指名打者で、先発出場し、1回裏の第1打席で、この回本塁打を放った、先頭打者の岡島武郎に続き4号本塁打を放った。初回先頭打者から2者連続本塁打は、楽天球団史上初のことで、1番が日本人、2番が外国人選手の順で記録したのは、プロ野球史上初だった。 11月19日、2017年の契約を、行図対談が決まったことが、球団から発表された。12月2日、自由契約工事された。2017年3月30日にメキシカンリーグのサルタンズと契約した。2018年3月22日にメキシカンリーグのアグアスカリエンテスレールロードメンと契約した。2018年12月5日にメキシカンリーグの サルタンズと契約した。2021年2月2日に、マット・クラーク、オマール・レンテリア、ノーマン・エデネスとの複数トレードで、クリス・ロバーソン、トニー・カンパーナと共に、レオン・ブラボーズへ移籍した。ありがとうございます。